どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのはトイプードルのラブちゃんです。というわけでラブちゃんと一緒に今日やっていきたいと思います。はい、最初の質問ですね。はじめまして、いつも YouTube 楽しく見てます、ありがとうございます。ゴールデンレトリバー3歳の女の子っていうことですね。ニューヨークで生まれ、最近までニューヨークに住んでましたっていうことで、ニューヨーク育ちですね。はい、性格はとてもゴールデンらしく、明るくて賢く、問題行動はほとんどないみたいですね。ただ、一つだけ、問題があって、飛びつきが全く治りませんってことですね。まあ、犬よりも飼い主さんの方が大好きで、まあ、お散歩の時に声かけられたりとか、知らない人に会ったりすると飛びついちゃったりすることが多くあるみたいですね。で、ペットコレクターやペットボトルなどにコインを入れて、大きな音を立てるなど、まあ、天罰方式っていうワンちゃんびっくりさせてやめさせるっていう系統のことですね。を試しているんだけども、まあ、あとは、背中を向けて、まあ、無視したりとか、自分から座るまで待ってみるなど、いろんなことを試してみましたが、まあ、あまり効果が見られませんっていうことですね。なので、ぜひ何かアドバイスいただけたらっていうことですね。はい、お答えしていきたいと思います。ここまでね、いろんなことを試していただいているなど、運動もしっかりとっていただいているので、ここまでやっぱりやってあげてやめられないっていうとちょっと難しいのかなと思います。じゃあ今度はね、方法っていうかちょっと見方を変えて別の方からアプローチをしてみるといいのかなと思うんですけど、自分の場合はね、よくね、伏せした時に伏せした時にね、すぐ座っちゃうワンちゃんとかに伏せの姿勢を長く教えていくのに、こういう方法を使ったりするんですけど、多分それのお座りバージョンでね、教えてってあげるのが一番いいのかなと思います。で、まずは、人に会ったりした時に興奮したら飛びつきたいっていう気持ちが強くなってしまうので、そこをある程度抑えていく必要性があるので、それをね、抑えるためにどうしていったらいいかっていうと、ワンちゃんがね、人の言うことを聞ける状態、聞きやすい状態を作っていってあげるのに、まずはね、食事でコントロールします。朝ごはんとか晩ごはんをちょっと減らしてください。で、減らした分のご飯を持ってお散歩に行くようにして、人がもし来たりとかした時には別に飛びかかったり反応したりは別に関係なくね、お座りをかけて、座ってる限りは褒めてあげるようにしてあげてください。立っちゃったらもう一回お座りをかけるっていう練習ですね。なので、まあ、ご飯をね、コントロールしてあげて、おやつや、ご飯を使ってやってってあげるってやり方が、一番ね、このタイプだといいのかなと思います。で、もしね、お散歩中に会ってる方でも、ワンちゃんが嫌い、苦手な方じゃなければ、向こうの人にもね、お座りかけてやってもらって、立ち上がったらまたすぐお座りっていう形でやってもらえると、座ってるとね、褒めてもらえるっていうことが自然に身についてくるとね、違ってくると思うので、ぜひね、ちょっとアプローチ方法を変えてやってみてはいかがでしょうか。はい、二つ目ですね。以前にトレーニングで質問させてもらってます、ありがとうございます。もう一つ聞きたいことがあります。ブリーダーさんから犬を迎え入れる際、もしそこで、販売中の子犬たちが、全て、家族が決まってしまい、販売中の子犬がいなくなってしまった場合、ブリーダーさんに相談すれば、繁殖を行ってもらえるものなのでしょうか。もちろん繁殖の時期などもあるのでしょうし、相談したところですぐに繁殖するのは難しいと思いますがっていうことですね。はい、お答えしていきたいと思います。ごめんなさい、ブリーダーさんではないんで、ちょっとその辺もね、自分の中では分かりかねるところではあるんですけども、おそらくね、おそらく時期はあると思うんです。繁殖時期はあるので、まあ、例えばね、その家族がみんな決まっちゃったから、言ったらじゃあ、産んで、その場ですぐ作ってくれるかっていうと、そういうわけにはもちろんいかないですよね、生き物なので。で、やっぱりその時期とかっていうのはもちろんあるとは思うんですけど、ただ、多分ね、ブリーダーさんにお願いして声をかけとくと、次生まれる時とか、なんだろう、たまたまどこからか、こう、ワンちゃんのね、そういうブリーダーさんの仲間とかから手に入るとか、そういう時は連絡もらえたりすると思うんですよね。なので、まあ、こちらからね、飼いたいんですって意思を表示しておくっていうことはもちろんすごく大事なのと、あとは、もしかするとね、まあ、どうなのかな、わかんないですけど、今欲しいみたいなことを相談すると、もちろんブリーダーさん同士もね、ネットワークはあったりはすると思うので、まあ、もしかしたらね、すぐにそういうところで連れてきてもらえるっていうこともあるのかもしれないですね。ただ基本的には多分、その繁殖の時期っていうのを待って、やってあげるっていうことにはなってくると思うので、まあ、声をかけといてあげるとね、まあ次、まあ、子供が生まれるタイミングでね、連絡もらえると思うので、まあ声かけてもらうのが一番間違いないのかなと思います。はい、というわけで、
しつけね、悩まれることも多いと思います。でゴールデンレトリバーでね大きい子だと飛びついちゃったりするとね怪我をするってなってくると、まあどうしてもねお座りとかを徹底して教えていくんだけども、ただダメだよダメだよって言って教えていきたいんだけど、ダメだよって教え方が向かない子には逆に座ると得するよって教え方もあったりはします。時間はかかるんですけど、まあ確かな方法って言ったらなんですけどね、地道にやっていけば必ず結果につながっていくものなのかなと思いますので、もうこれだけ運動もしてもらっててね、見る限りだと問題もない子だと思うので、お座りね徹底して、まあ、練習していきながらその中でね、固定できてくるとかなり違ってくるのかなと思いますので、ぜひね、そんな風に少し頑張ってみてはいかがでしょうか。はい、では雑談の方始めていきたいと思います。で今日ね何をお話しするかっていうと、最近、まあ今日もそうなんですけどね、質問回答のね動画もね今日撮ったんですけど、いやー申し訳ないですけど集中できなくて、っていうのが何がね起きてますかっていうと、実はね、花粉症でちょうどそのね季節の変わり目毎回自分になるんですよ。ちょっとね辛い季節になりましたっていうところで、まあ鼻水と涙と目がかゆくてあんまりなんか喋ることに集中できなかったのがちょっとね今回話でオロオロしてるの申し訳ないとこではあるんですけども、今日はね、特にね何を話をしようかなっていうところなんですけども、このね花粉症に限ったことじゃないですよ。アレルギーもそうだし、あとはワンちゃんもね体のどっかが痛かったりとかってするとね機嫌が悪かったりするんですよ。なのでね、ワンちゃんのねしつけトレーニングの中でもよくあるのが、なんかこううちの子噛むんですって言ってもずっとじゃなくて、なんかこのタイミングだけちょっとおかしいみたいな、なんか急にイライラして噛んでくるようになったりとかして、でまた 2,3 ヶ月また普通に戻るんだけどまた噛んでくるみたいなことやるんですよね。でそれってね何かっていうと、人もそうなんですけど体調がね悪い時期ってやっぱりね機嫌が悪い、ものすごく、これもしょうがないですよね。まあワンちゃんもね足が痛かったりするとキャンって言ったりとか、まあ怪我してるとこ触ったりすると噛んできたりとかっていうのはあったりするんですよね。でそれと一緒で、でワンちゃんもね実はね花粉症とかアレルギーとかっていうのはあったりするんですよ、ワンちゃんにもね。でそれが例えば人がね気づいてあげてないと、まあ本当にね表面的に何だろう、その明らかに涙で目がぐしゅぐしゅになっちゃう、鼻水が出てるとか、もう何だろう、もう皮膚がなんか真っ赤になっちゃうとか、なんかもう見るからにああなんかそういうのでアレルギー引き起こしてるねっていう反応が出る子たちはまだいいんですよね、表面的にわかるから。ただそうじゃなくてもやっぱり本人的にはなんか体調があんまり優れない、良くないっていう時にはやっぱ機嫌が悪くなることがありますね。なのでよくねしつけとかトレーニングとかでもなんかそこで厳しくしちゃったりすると、自分たちもそれ体調悪い時に厳しくされたくないですよね。強く言われたりとか上から言われたり、まあ挙句の果てに言うこと聞かないからって言っておいこらってやられたってイライラするだけになっちゃうんですよね。なのでワンちゃんの中でもね、もしね、季節的なものでアレルギーでなんか機嫌が悪くなっちゃったりするのであれば、もちろんね動物病院さんでそのアレルギーに対しての、まあ、そういうなんだろう検査を受けてみたりとか、そういうものをね避けるようにしていくっていうのも、実はねうちの子なんで噛んじゃうんだろうってずっと迷ってて、なんかのタイミングで定期的に引き起こすんだけども、でもずっとじゃないとか、パターンが分かんないとか、なんか急に切れる時もあればおとなしい時もあってっていうと、もしかするとそれ体調不良だったりとかね病気だったりする時ももちろんありますね。なので噛んでくるイコールしつけトレーニングで何とかしなきゃって考える頭になってっちゃうと、本当に根本的なねお互いの関係性を崩すっていうこともありえない話ではないので、ぜひね皆さんもねワンちゃんの様子調子、中にはねおやつとか食べ物で起こす子もいるし、あとはねその季節的な自分の花粉症じゃないですけどなんかそういうものでなったりする子たちもいたりとか、あとはね気温差とかでもあったりするのかな、なんかまあストレスがある程度かかってきて体調が良くない時はねワンちゃんも機嫌が悪い時ありますよっていうことで、まあ人間だとね花粉症辛いから病院行かないとって、もワンちゃんたちの場合ってなんかちょっとなんだ収まっちゃえばいいかなって思うちゃう時もあると思うんですよね。ただ別にそれでもね機嫌が悪くなったりとか極端にとか、あとは重度でとかってわけじゃなければ、別になんだろう特別店に行く調べなきゃいけないそれが絶対っていうわけではないんですけども、もしねそのなんだかわかんないんだけども定期的にそういうものが出るっていう時には、何らかの体調不良もしくは怪我もしくはそういう花粉症アレルギーとかっていうのもあったりはするので、
ぜひね、そういうところもね見てやってってあげると、しつけトレーニングって全てがそういう話になってくるわけではなくて、ね、逆にね、なんだろう、そういう状態で手をつけてしまうと関係性が悪化してしまうことももちろんあったりはするので、その辺ねしっかりワンちゃん見極めながらやっていただければいいのかなと思います。はい、というわけで、まあ人もねどうしたって機嫌悪い時あります。でワンちゃんもね機嫌悪い時あります。でそれがやっぱり体調不良が原因で引き起こされてると、いくら機嫌よくしろって言われても根本の原因を取り除かないとやっぱりね機嫌が良くなるっていうことはまずはないと思いますので、ただねそういうこともね世の中にはありますよっていうところで、もしね自分のワンちゃんなんかそういう浮き沈みが激しいじゃないけども、なんかちょっとね、なんかあるんだよね、急に変わっちゃうんだよねっていうのがあるときには、もしかするとね病院で相談してもらったりとか診断してもらうっていう方がトレーニングよりも効く場合があります、ね、ぜひ皆さんも、身近でね、もしワンちゃんがそういう状態になっちゃっててなんかよくわかんないんだよねっていうときには、一度病院で見てもらうこともいいのかもしれません。ぜひ皆さんも、ワンちゃんの気持ちになってね考えてあげて、ちょっと見る視点変えてあげるとね、見方は同じ問題行動でもだいぶ変わってくることもあります、ね、季節的なもので自分が辛いんでこういう話をしちゃいました。はい、というわけで、皆さんもねぜひねワンちゃんたちと楽しく生活してみてはいかがでしょうか。